皆様こんにちは。私は大分市の別宝自動車の福永と申します。本日は今人気のスバルのフォレスターという車を、新車なんですけれども、ご紹介したいと思います。大分スバルのご担当の森田さんです。森田さんにちょっとこの車の特徴を簡単に説明してもらいたいと思います。森田さんお願いします。はい。この車はフォレスター X ブレイクという、グレードになります。で人気の、アイサイトですね。こちらアイサイトがついております。はい、はい、アイサイトですね。はい、あとはですね、はい、はい、室内を見ていただきましょう。オプションにはなりますけど、この車はシートヒーターが4席についております。はい、前後ろは要するにドアサイドですね。そうですね、左右になります。はい、で人気のあとは電動シート、プッシュスタートという装備もついています。はい、はい、室内も広いですね。はい、はい、なかなか洗練された感じがいたします。後席も見ていただきましょう。後席はこんな感じです。はい、機能とすればリクライニングが一応少しだけ稼働しますので、はい、あ、はいはい、ちょっと便利かなと思います。はい、それとトランクルームが同規模の車よりかなり広いですね。そうですね、これは X ブレイクの特徴として、ちょっと濡れたもの、汚れたものもポンと置いていただいて簡単に汚れが取れる、はい、というようになっています。例えば夏場海水浴に行ったりとか、濡れたものとか衣服なんかがあったりする場合はいいですね。そうですね、はい、取っておいて置けますので。はい、はい、じゃあトランクを閉めていただいて、ちょっと外装を見ていただきましょうか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ全体的に前から、外装をですね見ていただくようにいたしましょう。はい、前からの顔もいいですね。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。では本日は、大分スバルの担当の森田様に説明をしていただきましたけれども、今人気のスバルのフォレスター、簡単にご紹介させていただきました。ありがとうございました。はい。